はい、どうもかけです。ペナントやっていきたいと思います。もうでもだいぶ強いね。もう優勝だよ。どうせ優勝だ。まあでも優勝なんだけど、次ね、あのアップデートされたら新しいペナントの実況をちょっと撮りたいと思ってて、そのためにね、その縛りのためにこのチームを強くして、次のペナントの敵として登場させようと思うから、このチームを強くしたいよね。そのために強くしたいね。で、今、ペナントで、新しいペナントで入れようとする縛りが、まあ、このチームを、敵として入れるのと、OB を全員元のチームに入れる、所属してたチームに OB を入れる、今はパワープロ2016に入ってる OB 全員を入れて、まあ、複数チームに入ってる人はね、まあ、僕の独断と偏見で入れるけどね、どこに入れるかは。俺がこの、あれ、こいつここのチームだなって思ったらそこに入れる。もしかしたら1年しかいないかもしれないけど、そこに入ってる可能性もあるね。で、あと既存と OB の選手を使用禁止だね。そういう縛りで、ちょっと今 やろうかなって思ってる。でも OB 全員ね、入れようと思うんだけど、あの、もしかしたらなんだっけ、ポイント、なんちゃらポイントみたいなのが足りなかったら OB が買えないかもしれない。で、そのポイントを貯めるために、なんかいろいろやらないといけないかもしれないね。どうやったらポイント効率よく貯まるのかな。ポイントが貯まりやすい、なんか、あれとかあんのかな、モード、サクセスとか、サクセスが貯まりやすいとかあったりするのかな。てか、この前パワーフェスを初めてやって、なんか、コーチが留学から帰ってきた。パワーフェス初めてやったんだけど、やっぱり操作難しいな。でもなんか意外と面白かったね、パワーフェス。どんなんか全然わかんなかったけど、やるまでは。選手はあれは作るんだね。サクセスみたいなもんなんだね、あれ。意外と。俺は普通になんか対戦するだけの遊びなのかなと思って。いろんな昔のサクセスの選手が、昔サクセスとか出てきたパワープロのいろんな選手が出て、それを楽しむだけのやつだと思ったら、選手を作れるんだね。で、勝ったチームから選手を取れるっていう制度いいよね。なんか面白い、なんか。そういう制度が面白かったです。そう思います。コナミさん。まあでも、サクセスとかもやらないとね。もうペナントと栄冠内しかやってなかったからね、パワープロ買って。パワーフェスこの前は初めてやったし。で、まあ、パワーフェスは初めてやったけど、まだサクセスはまだやってないし、マイライフもやってないしね。まあ、マイライフは、新しく、あの、2017年になってからやろうかなと思って。二刀流パワフロね。二刀流パワフロ違うか。二刀流マイライフか。二刀流でやってみようかなと思って。二刀流のマイライフができたらしいしね。今までできなかったけど、できるようになったっていう噂を聞いたからね。だからちょっとやってみたいなと思って。二刀流。一応もうね、なんか、誰で、名前とかは決めてるんだけどね。それで二刀流でやってみたい。でも一応、サクセスとかそういう、なんかで作った選手じゃなくて、普通に、パワープロのマイライフで新しく選手を作ってやろうかなと思ってね。実際、あれじゃん。めちゃくちゃ強い選手をマイライフでやっても、面白くないもんね。そんな最初から無双してもね。やっぱ弱い選手を強くするのが面白いっていうところあるからね。それがもう、パワフロの醍醐味でしょ、すべての。弱いものを強くするっていうのがパワフロの一番面白いところでしょ。それがパワフロの醍醐味なのに、それをなくしたら意味ないもんね。そんな強いチームでね、強いチームとか強い選手でやって、いっぱい打ったっつってもね。見てる方はどうなんだろうね。見てる方はよくわかんないけど。やってる方としてはやっぱり弱いチームを強くしたいね。で、オールスター前なんで、オールスターのファン投票では見ていきましょうか。おお、すげえ。近鉄。すごいな。初めてじゃないこれ。初めてじゃないか。いや、なんか今まで大谷がなんかどっかに入ってた気する。4位とかに。1から5独占っていうのは初めてかもしれないね。巨人もすごいな。2、4、5、6って。この大村って逆に何者なんだよ。中継ぎは入ってないのか。あ、交互入ってる。広島で。いいね、交互。交互すごいな。22万票か。中継ぎトップ。中継ぎ両リーグトップじゃん。へぇ。あ、宮部が
あ、宮部もだいぶ落ちてきたな。もうそろそろ世代交代する宮部。あ、市橋も1位じゃない。はぁ、あ、大阪か。これもあれだね、元近鉄だね。元近鉄の選手2人で取り合ってるね、1位を。セカンドは中本。もう山田哲人とかは引退したのかな。山田哲人。てて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 てパンパンパンてて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 て。歌詞は覚えてません。2位中本、2位中本じゃ、2塁手中本1位。桃井すごいな、45万3000って両リーグトップじゃ、全部の選手の中で。萱野よりも鈴木誠也か。まあ鈴木誠也ね、いいね。おー、外野手も2人、竹達も取ってる。すごいな、でもやっぱり、ね、桃井が。セリーグはでも、もう知らない選手ばっかか。そうだね。あれ？あ、そうか、まだ出えへんのか。ちょっと見てみるかし、なんかいろいろ。ゲーム記録、最多奪三振、有吉。連続1球セーブ、最多四球。野手記録。お、22試合連続安打、桃井。4試合連続、41試合連続出塁。山田哲人いるじゃん。27打席連続もあるんだけど。あ、ホームラン2本。サヨナラヒット。あ、朝倉さん。サヨナラ本塁打、カエラさん。満塁本塁打、朝倉、カエラさん。あ、山田哲人が代打ホームラン打ってる。両打席本塁打。さくらさん、両打ちだったんだね。今知ったわ。最多本塁打2本。最多打点6点。最多塁打10。あ、勝ついるじゃん、勝。勝剣。勝剣、ロッテにいたんだ。え、ロッテに勝剣いんの？勝剣と大阪は両方ロッテか。豊岡が一番いいんだ。へぇ、早熟か、でも。早見さんでも13勝0敗だ。このまま24勝0敗いってほしいな。こいつも操縦かな。操縦ばっかだな、先発。藤枝、13勝11勝。有吉がちょっと衰えてきたね。遅咲きのエース。もう40だもんね。40で12勝1敗ってすごいな。こいつも12勝1敗か。こいつあれだよね。なんだっけ。FA 保証だって取ったやつだったっけ、確か。そんなやつが先発に入り込んでくるからね。うちのチームの層の薄さがバレてしまうね。3割7分8で27本。すげえ。いや、細貝すごいな、お前。ショートでお前こんだけ打ってたら、坂本みたいになってるじゃん。ちょっと守備の下手くそな坂。守備は下手くそで足が遅い坂本みたいになってね。大阪打ってんな、3割3分9に。まあ、こんな打つのか。うちでベンチやってたらね。ホームランを。お、ホームランを1、2、3。上から。すごい、独占してる。あ、中本がちょっと落ちて、13本で。打点もすげえ。出塁率は出塁率。いいね。やっぱ出塁率が高いやつって。お、こいつ高いな。負けてんぞ、お前、出塁率。やっぱ出塁率は大切だからね。OPS でも、大阪の方が多いじゃん、チャーシューより。勝剣もいる。勝剣は、相変わらず打率がね。守備は守備。エラーはエラー。おぉ。俺、打ちエラー結構少ないな。早いのが、8個か。お前、守備 S で、呼吸 A でエラー8個もすんだね。あれか、守備範囲広すぎて、菊池みたいな感じか。いろんなところに追いついちゃうみたいな感じか。阻止率は宮部高っ。え、お前すごいな。なんで守備 D、肩 C で、お前、そんなさせんの。阻止率7割1分4厘で、えげつないことになってんの、お前。順位表、交流戦は1位だね。最下位はどこ ?DNA。DNA ベイスターズ。よし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 。ちょっとオールスター見てみるか、一回。
オールスターをちょっと一回ね、初めてだね、オールスター見んの。ペナント十何年やってきて初めてオールスター見るね。ちょっと一回ちょっとやってみたいことがあったんだよね。やってみたいことがありました。やってみたいことがありました。あ、無理か。ちょっとね、ちょっとやってみたいことがあるんだよね。ちょっとやってみたいことがある。こいつすごいな、亀だ。誰だこいつ。へえ、めっちゃ成長してるじゃん。覚醒した男、覚醒しすぎやろ。ちょっとやってみたい、やってみたいことはまあこれですね。全員近鉄、スタメン全員近鉄にするっていうオールスターの、こんなことあったらもうたまったもんじゃないけどね、やられてる方。これでやってみよう一回。よし、これでやろう。 DH 解除できたら一番いいんだけどね。 DH 解除はできないよね、確か。2017から DH 解除できるんだよね。全員近鉄、はい、乱そう。よし、これでいこう。一回やってみたかった。いいね、全部近鉄だわ。近鉄対セリーグみたいな感じだもんね。プロ野球ファンが待ちに待った夢の球宴で全員近鉄にするっていう。おお、すごいな。もう全部ほら近鉄やもん。ただのただの近鉄やん、これも。いいね、いいね、これこれいいわ。変えないでくれよ、変えないでくれよ。ああ変えられた、ああ変えられた。ああ変えられてしまった、変えられてしまったか。3回四死球4自責点4。何やってんだお前、せっかく出てきたのに。せっかくオールスターの先発任されたのにね。あーボッコボコ、あーボッコボコで負けた。あー悔しいね。近鉄 VS セリーグ、よし、じゃあ1年間飛ばそうかな。いやいや、もう一回オールスター見よう、もう一回オールスター見よう、もう一回オールスター。次はもうこれ普通に見てみよう一回。よし、オールスター第2戦これは勝ちたいね。というかあれだね、もうそろそろ4月27とかがね、あのアップデートされるのが。でアップデートがその頃にされるから、もうちょっと、おお、すげえ、お前今、早めキャッチしたな。で、オールスターが、オールスターじゃないわ、アップデートがもうそろそろされるからね、これでは多分このペースだと30年は絶対無理なんだよね。だからどうしようかなと思ってね、30年はまあしょできないのはしょうがないとして、でもうちょっとペース上げて、ペラントやっていこうかなと思うね。今まで結構試合とかもちゃんと見てたけど、そういうのは、見ないで、試合はあんまり見てたというか、なんて言えばいい、なんて言えばいいのかな、なんかあんまりスキップしてなかったじゃん。普通に1週間だけ飛ばして、また1週間飛ばしてアイテム買ってってやってたけど、どうしよっかなと思って、もうだいぶ一気に飛ばして1年間ぐらい、もう1年間何も見んと一気に飛ばしてやってペース上げて進めようかなっていうのをちょっと今考えてます。
一回ちょっと一回こっからシーズン終了まで飛ばしてみよう。そういうのをやってみようかなと思って。いや、日本シリーズまで飛ばそう。日本シリーズはまあいけるでしょ。はい、カットしました。こんなにがっつり飛ばすのも久々だね。お、タイピンチ C、タイピンチ B。伸び、あ、切れ丸になったのか。あ、そうか。じゃあここら辺ちょっと、あれか。だいぶ能力落ちてんね。ここら、おーおーおお。じゃあちょっと練習指示も変えないとね。結構みんな覚えてきてるし。特殊能力。日本シリーズ。よし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 。じゃあちょっと練習指示変えてきまーす。はい、練習設定変えてきました。日本シリーズ。第1戦。出番プレイ。じゃない。高速ジャーで行こう。クライマックスシリーズを勝ち抜いた両チーム。まあでもこういう感じでね、シーズンサクサク飛ばしていったら結構30年、まあ30年は多分もう時間的にね、あと10日ぐらいだから、まあ30年は回せないと思うけど、まあそこそこ回せると思うんで、こっからちょっとペース上げていこうかなと思います。ペナント回すペース、まあ、頑張って30年回すことを目標にね。まあどっちみち多分ね、動画は上げないかもしれないけど、裏では、裏というか普通に30年多分回すと思うけどね、自分で勝手にやって。負けた。でも土星だしね、どうせせっかくだったら動画撮ってる間に30年回したいしね。30年回すか、30年回す、頑張って。今何年なんだろう、2033年ってことは16年から始まってるから、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、あ、分からん、嘘、17年だね今。あと13年か。うん、結構厳しいな、13年。よし、じゃあまあ、今日はここで終わるか。見てくれた皆さんありがとうございました。さよなら。